こんばんは。クロちゃんさん、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございますって、なんか、ロボットみたいになっちゃった。黒縁メガネちゃん、かわいい。え、マジかわいくない？やばない？マジで私、本当にこれ、最高にドタイプすぎて、マジで気に入ってます。今日から新しいメガネちゃんに変えました。ホグピグさん、ハートありがとうございます。いやー、聞いてください。今、微熱ですね。でも、なんかちょっとホワホワはしてるんですけど、なんとか、結構ちゃんと寝て、今日ずっと安静に寝てたので、大丈夫。睡眠は大丈夫なんですけど、今、微熱がありますね。7度。4ぐらいかな、7度、ちょっとありましたけど、まあまあ大丈夫かなっていう、配信をお休みするほどではないかなという感じで、みんなとちょっとお話ししたいしって思って始めちゃいました。しなくてもね、継続されるんで、ちょっと休もうかなとも昨日の深夜では思ってたんですけど、なんかね、まあ今日お昼、クロちゃんさん、コスモスありがとうございます。メガネめっちゃ似合っとる。わ、マジで超嬉しいんだけど、このメガネ最強に可愛すぎて、マジでやばい。本当にこれでちょっとテンション上がってる。これのメガネのおかげで元気出てる。ヨタアチさん、さゆり、ありがとうございます。ちょっとね、なんか太めの縁にしようかなって、ちょっと初めて初めて黒縁メガネっていうか、黒縁メガネ前は持ってたんですけど、ちょっとこんなには形が違うあれで、そう、本当にめちゃめちゃドタイプな黒縁メガネに出会ったので買いました。伊達じゃなくて同入りメガネです。ヨタアチさん、いいね、ありがとう。メガネのテンション上がるんです。そうかな、そうかもしんない、マジで。ズッキーさん、こんばんじゅく、ありがとう。フジシヌクさん、似合う、ありがとうございます。めちゃめちゃおしゃれメガネ。なんかね、今これが流行っ、こういう黒縁がね、割と流行ってるっぽい。スッキーさん、似合う、ありがとう。カレー食べてきてくれた方見ました。ツイッターの方で確認しております。嬉しい、マジで。愛知の引いてたしね、ステッカー。キドッチさん、かわいい、ありがとうございます。ホームランくらい美味しかったです。ありがとう。同じような黒縁メガネしてるから恐ろしい。イエーイ。今同じようなメガネ嬉しい。おお。おそろい多い。え、マジこのメガネ最強だ。一つ言うと、昨日ね、昨日寝るときは、まだ大丈夫だったのよ。でもちょっと違和感はあった。腕痛かった、昨日の夜ワクチン2回目レポしていくと、昨日の段階では、熱はなくって、寝るときは、で、そうそう、夜は全然大丈夫でした。夜全然大丈夫で、
あのなんなら食欲めっちゃあるみたいな。ズッキーさん、レインボースターごっこありがとうございます。ご飯全然食べれる的な感じの元気で、で寝ます、寝まして、なんか夜中かな、夜中から朝方にかけて急に暑くなりだしたのよ。なんか体が暑いっていうか、ちょっと寒気というか倦怠感が出てきちゃって、で全然眠れなくって、で眠れないからちょっと起きて、体温測ったら38度2ぐらいあったんです。38度、そうね、38度2分ぐらいあって、でなんかもう本当に寝れないのよ、とにかくもう辛かった。あれそうで、スポーツドリンクとか飲んだし、でもうさすがにちょっと薬飲もうと思って、朝方5時ぐらいかなにお薬を飲んで、でその何時間後かにはちょっと寝れたんですね。そう、ひろゆきさんかわいい、ありがとうございます。そう、それで、ちょっと寝て、でお昼ぐらいまでずっとこうゆっくりしてたんですけど、お昼になったらもう元気になってたんですよ。回復回復ってなって、そう、え、よかったと思ったので、ご飯も食べれて食欲も全然大丈夫で、そう、ご飯をね、じゃあ食べれる時に食べとかないと、栄養を取っとかないと後でまた食べれなくなったらやばいからと思って、ちゃんと栄養を取っといたのよ。ご飯をしっかり食べたんですね。そうで、そのおかげか今お腹空いてないのか、ただ単に食欲がないのかわかんないんですけど、今は全然お腹空いてないのよ。なんか食欲がないのよ。そう、ちょっと熱あって、なんか、なんか頭がちょっと重いというか、倦怠感がちょびっとだけある。で腕はね、正直1回目の方が痛かったです。正直1回目のワクチン接種の時の方が、あの本当にもう動かせないぐらい痛くて泣きかけてたんで、腕の痛さ的な今まだ、まあ明日ちょっと痛くなったら怖いんですけど、うん、とりあえず腕というよりかは、まあなんか体の内側がちょっと熱い的な感じになっておりますね。そう、とりあえずね、ちょっとまあ熱がまた上がるのか、わからないので、今夜もどうなるか。結構寝てたんで、今日はずっとベッドにいたので、寝れるかなっていう心配があります。そんな感じです。今は別にまあ、全然配信はできるかなというレベルです、でもちょっと頭が不安って感じ。腕はもう大丈夫だと思う。本当？解熱剤切れた時にどうなるか。あ、もうでも5時に飲んでるので、もう多分切れてるはずなのよ。あのお昼とか夜も飲んでないので、薬1回しか、昨日の朝方、あ、今日の朝とか朝方しか飲んでないから、多分切れてる。1日に3回まで飲んでいいって書いてあったんだけど、え、ちょっと待って、あ、ミスったかも。あ、ミスってないか。あ、ちょっと待って、あ、飲んだよね私、2錠飲んだっけと思っていや2錠飲んだね、飲んだか。いや、びっくりしちゃった。1錠あれと思って。クリジョーさん、さゆり、ありがとうございます。とり
や様子見かなという感じですね。昨日は大変だったんですよね。やっぱ次の日結構やばいかっていう。3日目もちょっと急に上がっちゃう方も中にはいるみたいなので、油断できない状態なので、とりあえずまあひどくなったらお薬をしっかり飲んで、すぐに飲んで寝てようかなと思っております。まあでもとりあえずね、そうね、水分言えなかった、水分大事、ちゃんと飲みますね。お水と スポーツドリンクを飲んで、ゆっくりしていたい。でもゆるキャンを今日は見ておりました。どこまで見てたっけと思ってちょっと分かんなくなっちゃって、2をね、なんか途中まで見てたんだけど、なんか最後まで見れてなかったので、ゆるキャン見てた。なんかゆっくり過ごしました。アイスクリームだよ、アイスクリーム。どこから破る方の、この部屋壊しちゃったの。ドラマじゃないね、アニメの方です。あ、そうだ、そうそう、まあ、映画がね公開されるからまだだけど、クミさんかわいい、ありがとうございます。水分としてカレー飲んできます。カレーは飲み物。無理しないでね、ありがとう。ゆるキャンはねずっと見てれる。ゆるく生活してます。おでこ出してる。こんばんは。隣の席の人もホームランカレー食べてました。あら、誰だろう、ここにいるんじゃないか。誰か一致してるんじゃないか。メガネはゾフで買いました。ドイリー、そのメガネいいですよ、ありがとうございます。おしゃメガネです。まあでもちょっとだから今日ね全然メールを送れてなくてすいません。お昼食べて午後元気になったので、よし、いけるぞと思ったんですけど、またちょっとなんか何度だっけ、一応メモしといた方がいいんだよね。7度ちょっと出て、そう、不安定な状況です、ね、お熱的には。なのでそう、あんまり遅れなかったんですけど、
38度行きました。昨日の朝方測って5時とか5時ぐらいに測ったら38度4ぐらい出てたかな、4だったかな、8、3、7、もっと体調いい時にメガネ、新しいメガネつけたらよかったかな。まあこれで気分が上がるから。38度2分かな、2ぐらいだったかな。2ぐらいでしたね。とりあえず8度は行ってしまいました。なんか久々に8度を超えた熱が出てしまったので。国翔さん、キノコありがとうございます。そうちょっとね、つらかった本当に、寝れなかったよ。ズッキーさんかわいい、あー10個もありがとう。サオさんハートありがとう。カメさんさゆりありがとうございます。そう38度台はやっぱきついね。辛かったね。普通になんか久々だったので、なんか久々っていうか何年ぶりってぐらいだったね。いつだろう、いつぶりだろう、中学生ぶりぐらいかなに8度の熱が出たかな。本当にわかんない、8度の熱出たことないな、最近というかここ何年。なのでちょっとやっぱ慣れてない分ね、ちょっと辛かったね。あっち写真家行くね、行かせてもらうね、多分ね、ありがとう。めっちゃ楽しい、それありがとう。え写真家ありがとうございます。気がそうね、働いてるということね。平熱36度、ちょっとですね。アルバムが、そう今日アルバムが発売決定されるという情報解禁がされたので配信したかったのよ。そうちょっと何としても今日配信したかったんだ。明日の2時までなんだ、一時受付が。みんなお願いいたします、どうかたくさん私に会いに来てくれると嬉しいです。ちょっと寂しい、全然会えてなかったからさ。まあオンラインじゃないや、あのおしゃべり会もね、こうしていきますけども、やっぱもう会えてなかったので、奈良の中3の日なんて、あいりちゃんかわいすぎる、奈良県ありがとう。13、どういうこと、一時受付 DD に人権がない、どういうこと、そうなの、一種10枚しか買えない、そうなの、一枠のみ受付なんだ、き
てくれる方いるかな、大丈夫かな。そう、写真会初めてっていうか、私アルバムは今回初めてなので、私たち5期生はね、そうちょっとすごいアルバムかっていう感じなんですけど、そう写真の写真もね、ツーショット写真会できるのもめちゃくちゃ嬉しいし、オンラインの方もやっぱ海外の方もね、やっぱ会えないからさ、全然会えてないからさ寂しいじゃないですか。やっぱ私もね、海外のファンの方にお会いしたいし、そうオンラインがあるのはとっても嬉しいし、うん、オンラインの方も来ていただきたいな。1対1で喋れるんでね、2人の空間ですから、オンラインは 100%。 会場はまあね、人はいたりするけど、大事だから時々 HKT 大好きやが仲間外れさせ、おかしい、それはそんなの友達じゃない、関わらなくていいよ、うん、写真会初めてです。そうだからちょっと楽しみですね。間違って切っちゃわないか。そうですね、オンラインはちょっと結構いろいろアクシデントありがちなの。ステージ衣装めっちゃ欲しいね、憧れっていうかしたかったので嬉しい。ちょっと楽しみだ。あっちは全部抽選だ、わかんないわかんない、アイドル HK だそうなんだ、全部抽選、そっか、会える時にこう会えるのは嬉しいよね。あーディスだディスだ、ディスが通った今ディスちゃんが通った。ゆつなばさんディスありがとう。ディスがいる、トンボ10匹ありがとう、いました、今ここにありがとうございます。制服ってあの どれだろう、あーディス、ディスディスちゃんがいた今、国翔さんディスちゃんありがとう、やばいかわいい、コロコロディスちゃんがどんぐりの上に食べ納め、ありがとね、カレー食べてくださった方、またいつかね食べてもらえたら嬉しいけど、
ズッキーさん、かわいい10個ありがとう。まあ、とりあえずですね、まあ明日の一時受付が、2時までとなっておりますので、お早めに、はい、来てくださる方はよろしくお願いいたします。で、そうだな、あ、そうね、まあ初めてのね、アルバムで私はね、そう、初めてなので、まあね、初めましての方もね、この機会にそう、ね、ちょっと一からこう仲良く、ね、できたらいいなって思うし、あのもともとね応援してくれてた方も、あのやっぱ会えてなさすぎて、そう、もう本当にみんな不足なので、ちょっとお話ししたいこといっぱいあるしね、私がそうね、21歳になってたりするのかな、春までもうあるもんね、なんかそう、日程がですね、1月29、30、4月2日、4月3日でしょ、2月5、6、3月5、6、3月26、27なので、そうね、20歳の愛知、ギリギリ20歳、21歳になる前の私にね、にもちょっと会いに来てほしいしね、会えてなかったんで、本当に20歳全く会えてなかったし、21歳スタートしてからもやっぱファンの方とのいっぱい楽しい時間をね作っていい年にしたいので、そう、遠い方はぜひロング、遠くて行けないよっていう方もいると思うし、こういうご時世なのでちょっとなかなか外出というか行けないという方も、現地に行けないという方もいるのはね仕方がないと思うので、そういう方はぜひロングオンライン握手会に来ていただけたら嬉しいです。はい、あの そうですね、20歳の損と取れますよ、うん、今回がね次の何かにこうつながっていけたら嬉しいなとも思うし、うん、ね、今回も多分2部ずつとかなので、そう、やっぱね目指すは完売というか、一番はまあファンの方とね楽しい時間にできたらいいなと思うんですけど、やっぱ次にこうつなげていけたらいいなとも思うので、目標はね完売を目指して、完売目指してね、はい、いけたらいいなと思っております。オンライン挑戦しようと思います。オンラインもね、そうだから、なかなか会いに来れない方とかもオンラインでもね気軽にそう私とお話できちゃうので、ぜひぜひ待ってます。仲良くしてくれますかな私は仲良くしたいよ、逃げないで。18歳の愛知、わーお、もうコロナにやられてます、アイドル人生悲しい。ロングで話しましょう、楽しみにしてる。
と話してないので、ぜひぜひお待ちしてます。どんなこと話せばいい？いや、話すことはいっぱいありますし、なくても私が喋りかけるので安心してください。ユースタイの村長と撮りたいから東京も行こうかな。そうだよね、二十歳だよみんな二十歳です。私二十歳のライチレアよ。レアっていうかちょうど二十歳だからね。リモート会議みたいな雰囲気を感じてリモート会議うん、そうですね。だからなんだろう、アクリルでちょっと周りがねちょっと気になるよっていう方も、やっぱオンラインだったら私と一対一でいろいろお話できちゃうので、そちらも結構おすすめですよテレビ電話。初めましてからの気持ちでも全然いいですし、いよいよ初めましてしに行こうかと思って、あー嬉しい。誕生日前も二十歳のうちにも来てほしいし、21歳になってからも来てほしいけどどっちもやんっていう。ぜひね、来ていただけたら嬉しいね。こんにちはの一言だけでもなんとかなる。ちゃんとおしゃべりが、そうですね、なんとかなるよ、なんとかなるから、なんとかなる。オンラインもいいけど普通の握手もしたいな。そうね、え、握手できるんだよね。え本当にちょっと現実味がない。本当に嬉しすぎる。なんとかなる。前回のツーショットはロングアイチだったらショートアイチ楽しみ。あ、うわ、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。私ロングだったんだ。うーうー、おお、ショートアイチと、そっか、初めてか。ちょっと遠い昔だな。じゃあうん、来てほしい。いやー、まあできることならね、写メ会もオンラインもね、どっちも来てほしいけどボソ、どちらとも部がありますので。ロングに
ってそう。まあ確かに金なければね。ショート一覧始めました。うう驚き。腕ねちょっと痛いけど、でも上がるのよ。ちょっと痛いけど上がる。関西ないけど福岡行こうかな。本当来てくれる？関西も行きたかった。ぜひぜひ。全幕行きたい。本当誰か来てくれるかな。全幕来てくれくださる。まあ無理せず、無理せず、ね、いろんな状況なので無理はせずも、まあたくさん来てくれることに越したことはないと言いますか、言いますか、なんか嬉しいのでね、やっぱり。喋ることはねなくならないよ。どんだけあってもね、喋ることがなくなるというのはねないので、安心してください。だって私だってさ、ファンの方みんなは私のことをこう詳しくなってる方もいるかもしれないけど、私はファンの方のことも知りたいわけよ。そう、普段やっぱ聞けないじゃん、なかなか。このショールームとか、え、何のお仕事してるんですかとか、何歳何歳っていうのは聞かないけど、別に直接でもなんかそのファンの方一人一人について、なんかなんて言うんだろう、好みとか好きな食べ物とかも、なんか些細なことでもなんですけど、なんかとにかく知りたいわけよこちら。すごい。だからでもなんか結構おしゃべり会とかでもそういうお話をねしたりもしたんですよね、前回の時とかも。だからどんどんもっとね、私も知っていきたいことたくさんあるので、私のこともまあ知ってほしいし、と初めて知り尽くしてる方もいると思うけど、まだなんだろう、話してない、なんだろう、質問っていうか、なんだろうな、みんなが知らないようなこととかもねあると思うし、とにかく話すことはもうつきませんよ。そう、その分距離が縮まるってことだから、そう。ね、距離を縮めたいよ。メガネ変わって、そう、メガネ変えたの、同意入りだよ。ちょっと嬉しい、めちゃくちゃ同タイプなメガネに出会えてすごい嬉しいの。マジおしゃれじゃない？おしゃれじゃ、自分で言うのはあれ、このメガネおしゃれだよね。私服にもなんかめっちゃ合わせられる。コード番号、クレジットカードの番号以外は本当に話すことがもうね、いつかなくなったら教えてもらおうか。教え合うか。やばい。受験終わった日程あるからやっと会えて、うわマジで、そっか受験終わってるのか。それは絶対に来て、褒めるよ。褒めるし、いっぱい話そう。マジメガネ似合うよね。本当に、超嬉しい。ちょっと今回はね、黒縁、ちょっと太めの縁にした。
だんだんコロナもね減ってきていますし、まだ油断できないんですけど、うん、状況が良くなってるといいなと思って、ノープランでお任せで行っても大丈夫、全然大丈夫だけど、慣れてるでしょもう、おでんちさんは。うん、全然ノープランでも全然大丈夫ですよ。にゃおさん小判ありがとうございます。サンシャイン池崎池崎さん、やばい、久々にちょっと文字で見た。ヤシタンさんかわいい、ありがとうございます。そうですよ、ツーショット撮れるんだよ。試験なくなったら住所通る、伝わらなくなった。あ、そうなの、あ、そうなんだ。でも別に私もさそんな知りたいってわけ、いや何、みんなさ気にされてる方もいたかもしんないけど、そう知って得することはないから、そう別にさいいのよ。そうむしろちょっとさ見ちゃったらあれ、ちょっと気まずいみたいななっちゃってするかもじゃん。なんかちょっとなんか不思議な名前の方とかいつもがっつり本名を見ちゃったら、あ、何何さんなんだ、うん、なくていいんですよ全然。伝わらなくていいよね、君はまったりもいいかなと。まったりもいいよ、まったりもいいと思う。いや本当にめちゃめちゃいっぱいいっぱい喋るっていうのもありだし、ゆったりなんかたわいもないお話するのもいいですしね。住所宛に通りも、いや欲しいよ、アイリも対抗してく、欲しい。ツッキーさんかわいい、ありがとうございます。顔認証、そっかそっか、ツーショット写真書いた、あーディスだ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 、ツッキーさんディスありがとう。ディスちゃん、自分のことを愛知にお話ししたことほとんどない。いやそうなのよ、あのね、あの、あー待って待って、ディスだ、ちょっと待って、今いきなりディスが来た、かわいい子だね。あ、タモちゃんさん、ディスありがとう。ディスちゃん来ちゃったよ。ありがとうございます。いや、なんだろうな、あの、意外とね、私のことを結構みんな知ってくれてたり、みんなからこう、聞かれることは多いんだけど、思いました。私、ファンの方のことあんまりなんか、誰々さん誰々さんっていうこう仲いいっていうか、もう認知して何回も来てくださってる方とか認知できてるし、顔も一致して名前もね一致して、そう認知できてるんですけど、あのやっぱもっと知りたいことやっぱいっぱいあるなと思って、やっぱでもいやね、まあ延期になっちゃってたので、うん、これからね知れると思うんだけど、なんかファンの方一人一人とこう向き合いたい一人一人を、そう、ほんと一人一人とちょっと丁寧に向き合っていきたいということで、まあそういうこれから
そうしていきたいと思っておるので、おるのでおりますので、まあとにかく話すことはいっぱいあるよ。話すこと聞きたいこといっぱいあるよ。職業の話とか、そうね。でもやっぱな、全然会えてないのでね、もう一回ちょっと初心に戻って名前を、お名前をね、いやでもまあ覚えてると思うけど、覚えてなかったらちょっと申し訳ない。大体覚えてるけど。動物めでてます、現実以外では可愛いと思えるので、いっぱい話したいです。いつも話せないこと話しちゃうからね。ショールームはまあね、公の場ですから一応ね、なかなかね深い話はできないのでね。我が家の子ザルかわいいじゃん。連れてっても良いですよ。緊張ほぐれる、ほぐれるもんですかね。ね、一人一人と向き合うカウンセラーさんですかね。カウンセラー、いやちょっと愛知に話聞いてほしいっていう方もカウンセリングしますよ。はい、お話聞いてあげるよ。いっぱい聞いてあげるし、逆に愛知の話ずっと聞いてたいっていう方もいるかもしれないから、そういう方も愛知がとことん喋るし、覚えられたいね。ちょっとね、みんなのことやっぱ覚えたいし、こう知っていきたいよね。ヨタアチさん可愛い、ありがとうございます。推しがダイエット、ダイエット、ダイエットなのかと。うん、そういうのはまあちょっと大体わかるかな。SNS 上でちょっと大体バレるよね。メンタルクリニック、まあいろんなそのどういう理由で来るっていうのは人それぞれでいいと思うので、なんかまあ好きで会いに来てくれるっていうのがね、まあ普通かと思うけど、なんかちょっとなんかありましたら私でよければお話聞きますし、どうぞ気軽に来てほしいな。バレとる、大体バレちゃうんじゃないかと。喋り苦手な方もいると思うので、うん、まあなんか楽しくこう会話できたらいいかな、うん、私とのこう会話を楽しんでもらえたらいいかな。こんばんは、体調大丈夫です？ね、今微熱だね、 37.2 くらい微熱かな。多分喋ってから下がったか上がったか測ってみます。今日はねずっと寝てたので、うん、今日も早く寝るけど、明日じゃない、昨日打った。え38.1 になってた。やばい。何回やったかさん、えなすありがとうございます。嘘、上がってたわ。怖
いな今日。飲んどこ、お水飲んどっか。うん、じゃあまあみんなと話したらね元気出てるから大丈夫よ。大丈夫よ。ポカリ飲みます。カメさん、さゆりありがとう。薬飲みますよ。あ、でも頭痛いとかないね。頭ないとかもないです。熱ね、わかんない。でも暑いっていうのは、暑いっていうかちょっとホワホワするのはあるね。我慢強いですから私多分。いや今日でも寝たからさ、いっぱい寝るけどさ、すぐ配信終わってな、寝るからさ。夜ね上がりやすいのかもね。谷川とかさん、アイス3つありがとうございます。でも今日はアルバム発売情報解禁された日だしね、ほんと明日の2時までだから、皆さんぜひぜひいっぱい来てくれると。まあちょっとまだなんだっけ、10枚だっけ、1種10枚しかできない、を受付できないみたいだから、ちょっとあれなんですけど、うん、今後2時3時とこうねあると思うんですけど、いっぱい来てくれたら嬉しいです。あ、昨日なこさんのドラマ見たんですよ。なこさんドラマ、なこさんの出てるドラマ見たんです。かわいかったポニーテールでね、めちゃくちゃ可愛かった。顔だけ先生かな、うん、そう、マジで可愛くて、あ、なこなんだってた。そう、そうね、なこちゃん、なこさん可愛かった。5期生の予約しました。そうだ、あれだ、5期生っていうか期ごとに違うんですよ。あのジャケシャなのかな、期ごとに違うのを、変えるみたいなので、ぜひ5期生推しの方は5期生の、ね、ジェネレーション版というのをね買っていただけたら嬉しいです。ゴキちゃんで、ゴキちゃん木ごとであるので、それもちょっとねゴキ推しの方は嬉しいんじゃないかなと思っております。よろしくお願いいたします。ゴキジャケ職場に飾って、初めてのアルバムで、初めての何、私たち5期生は初めてのアルバムなんですけどね、自分たちの木で木のジャケ写があるのはちょっとね、ありがたいというか、うん、アルバム出せる、出させていただけることは本当に、グループの一員としてありがたいなと思うし、
まだまだなんか全然貢献、グループに、ね、貢献できてないんじゃないかなって自分ではすごい思って、なんだろうな、思ってしまう時があるんですけど、ね、もっともっとなんかこう次につなげていけたらなと思っております。一回一回のね、お話し会、おしゃべり会、握手会とか一回一回のイベントをやっぱ大切にしていきたいなと思ってます。ファンの方と大切にしていきたいと思うし、やばい、3匹3匹通過したよ今ありがとうズッキーさん、ありがとうディスちゃん、今びっくりしちゃった3匹も一気に通ったからお母さんと子供かなありがとう、かわいいじゃん、嬉しいじゃんっていうか最高やん。半になったら終わりますね今日は。夜しかできなくてすいませんね。ちょっと嬉しいな、アリコさんやばいね、エレハナさん、キノコありがとう。ああ熱下がるといいな、薬ちょっと飲むけど、飲むね、寝ますよ。でも今日そのご飯食べれてるからさ、夜はちょっと食べてないけど、お昼ねちゃんと食べたんで、ちゃんと栄養をとってちゃんとめちゃめちゃ食べれたんで、栄養面はね問題なしです。昨日2回目の接種をしたんですよ。だからそうそう、今日はちょっとねピークというなのかな。メガネは土入りメガネです、こちらのメガネ。目悪いんでね私、そう普段のメガネで使いますよ。メンバーに会えます写真会、うん。じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。メールはちょっと終わってから送りたいと思います。ランキング読みます。13位ペシさん、12位スミスさん、11位ピーケンさん、10位カメさん、9位クロちゃんさん、8位イサオさん、7位ホグピグさん、6位ひろゆきさん、5位タモちゃんさん、4位ゆうたなばらさん、3位谷川豊さん、2位国翔さん、1位ズッキーさんです。ウーピグさんお疲れありがとう。
じゃあ配信終わったらもう薬飲んで寝ます。早めに寝ますみんなもゆっくり。あ、待って、明日、あ、月曜日か。もう頑張ろう。また1週間頑張りましょう。じゃあね、ありがとうございました。ツッキーさんお疲れ、ありがとう。寝ます、ありがとう。ニノさん、さゆり、ありがとう。キドッチさんもありがとう。バイバイ、明日ね、おやすみ。